皆さんこんにちは、湘南ベルマーレ背番号6番岡本拓也です。今日は短い時間ですが一緒に楽しめたらなと思います。よろしくお願いします。こんにちは、湘南ベルマーレ22番の今キャプテンをやってます大岩和樹です。今日はよろしくお願いします。そうですね、まあ、基本的には、学校が終わって家帰ってランドセル置いたらもう一回学校行ってみんなとグラウンドでサッカーをするっていう日々を過ごしてました。まあでもその他にも、野球だったり、テニスだったりいろんなスポーツも小学校の頃はみんなと遊びながらやってました。で、そうだな、学校に、なんて言うんだろう、こう、ザリガニが住んでるような池とかがあったりして、その中入ってザリガニ捕まえるっていうのはよくやってました。はい、はい、僕も小学生の時にサッカースクールに入って、サッカースクールに土曜日とか日曜日に行って、あとは小学校で野球部も入ってたし、陸上部も入ってたし、水泳部も入ってたし、いろんな部活に入っていろんなスポーツをして、勉強も少し頑張って、給食はいっぱい食べて過ごしてました。まあ、今振り返って思うのは、まあ、サッカーだけじゃなくていろんなスポーツを、僕は習ってはいなかったですけどいろいろかじってみんなと遊んでやってたのでそれは、自分にとってすごい良かったかなと今振り返れば思ってます。で、まあ、あと勉強はもう少しちゃんとやっておけばよかったなと思うので、まあ、皆さんも、夢中になることがあると思うんですけどそれ以外に勉強ももう少し頑張ってみるとか苦手なことも少し頑張ってみるっていうのも、いいかもしれないです。僕ももっともっとサッカーだスポーツだけじゃなくて勉強も頑張ってはいたんですけど今考えればもっと勉強して、いろんなことを知っておきたかったなってすごく思ってます。高校1年生になった時に、2つ学年が上の今ベルマーレにいる山田直樹選手が、本当プロに上がるというプロになるっていうタイミングだったんで身近にそういう選手がいたということでまあ僕にとってもすごい身近な目標になって、まず本当追いつけるようにっていう目標ができてそこからですね少しずつ意識できるようになったのは僕は高校生の時は中学生高校生ってサッカー選手になりたいと思ってたんですけど全くそういうプロにのスカウトから話があることもなく大学に行って大学で4年間もう一度頑張って4年生の最後に、プロのスカウトの方に声をかけてもらってた時に初めて身近に感じてプロになることができました。そうですね、今僕は30歳なんですけど、まあ本当、まあ、1日でも長く1年でも長く、プロサッカー選手として、プレーをしたいなということと今所属している湘南ベルマーレで、一度ルヴァンカップのタイトルは取ったんですけど、もう一度みんなでタイトルを取って喜び合いたいなっていうのが今の僕の一番の目標です。
僕は今少し怪我をしていて試合に出れないでいるので、僕は今は早く復帰して試合にもう一度出たいという思いでいます。その中でまた湘南ベルマーレで優勝できるようにというのが一番の目標です。もういろんな悩むこともあると思うし、苦しいこともあると思うし、辛いこともあると思うし、楽しいことも嬉しいこともあると思うし、それでも頑張れるなら頑張った方がいいと思うし、辛いことがあったら絶対夢が叶ったら楽しいと思うし、悔しいことがあっても絶対嬉しいことって夢が叶えばあると思うから、頑張りすぎる必要はないと思うけど、楽しいことを夢見て嬉しいことが待ってると思って頑張れるなら頑張ってほしいなと僕は思います。でも頑張れなくなったら立ち止まってもう一回考えればいいんじゃないかなって思います。まあ僕も夢は、漠然とサッカー選手という夢はあったんですけど、サッカー選手になりたいから頑張ってきたというよりかは、サッカーが好きで、なんだろう、その日の今日の対戦相手に負けたくない、点を取りたい、点を取られたくないっていう、こう小さい目標を一つずつクリアしていった結果、サッカー選手になれたと思っているので、まず大きい目標は、夢はあると思うんですけど、そこに向かうために一つずつ、小さい目標を立てていって、それを一個ずつクリアしていけるように日々取り組むのがいいんじゃないかなと思います。おい、うまいじゃん。おお、すごい。で今日は短い時間でしたがありがとうございました。皆さんのためにどんぐらいになれたか分かりませんが、少しでも力になれたら嬉しいです。残り5試合、僕たち全力で戦うので、ぜひホーム最終戦、見に来て一緒に戦ってくれたら嬉しいです。大谷選手が最後セレモニーで喋るので、それを見にぜひ来てください。ありがとうございました。今日はありがとうございました。みんながすごく一生懸命話を聞いてくれて、質問してくれたりして、僕もとても嬉しかったです。湘南ベルマーレについて少しでも知ってもらって、試合どうだったのかなとかみんなが気にしてくれたら僕たちも嬉しいし頑張れるので気にしてください。試合も見に来てください。今日はありがとうございました。みんなも頑張ってください。